前回までの億万長者クラフトは、あなた方には今から7日間共同生活を送ってもらいます。一番多く稼いだプレイヤーが優勝となります。あー、死んだ。神が痛かしい。今日はそのイベントの一つのおしてもらいます。アスレチックです。ゴール。おっと、どうしますか。ジャパパさんが1位です。あー、なるほど、そういうことか。あー、やばい。皆さん、おはようございます。おはようございます。6日目の朝です。はい、ぐっすり寝れましたか。寝れてません。早かった。早かったですね、今日は。はい。では、今日もね、3日目頑張っていきましょう。と言いたいところなんですが、今日はちょっとね、イベントを、ちょっと。おー、また。来た。第2弾をね、第2弾をしていこうと思います。嬉しい。はい。今回は、アスレチックみたいな、ちょっとね、個人差が出るようなイベントではなくて、完全に運の。はい、なるほど。はい、おー。来たー。で、またちょっと場所を移動するので、ね、はい、アイテムは置いてった方がいい感じですか。まあ持って行っても大丈夫です。あ、じゃあ持っていこう。はい、敷き渡すんで、アイテムは持って行っても行かなくても大丈夫です。では準備完了したら、また皆さん OK でーすって言ってください。あ、ちょっと誰から言う、誰から。 あ、ちょっと待ってください。ちょ、 OK でーす。億万長者クラフト。はい、ダミアさん、準備完了しましたか。はーい。はーい。ではね、今回のイベントはですね、一番早くダイヤモンドをね、ゲットした人が。なるほど。100万円です。うわー、それはやばい。100万円 ?100 万円 ?100 万円です。今までの意味。マジか。ここで大どんでん返しもできる。可能性があったり、またまた差を広げる可能性があったりと。なるほど。なるほどね。で、ルールは一つありまして、ダイヤは、洞窟から取ったもの限定で。なるほど。ああ、はいはい。了解です。では皆さん、このチェストの中に、皆さん両方に、ね、なるようにアイテムを入れたので。これ以外のアイテムは自分の持ってるアイテムは使っていいですか？使って大丈夫です、もちろん。あ、はい。これは、洞窟のために置いてあるだけなんで。よっしゃ。じゃあダイヤピッケル買うか。おお、貧富の差。億万長者クラフト。あ、なってる？やった。本当だ。やった。俺が育てたスイカが。やった。これ誰か食べます？いらないか。優しい。優しいわ。これ1個売ったらどんくらいだろう？うわ。96円。わあ、いいね。結構高いですね。これ最高。これいいんじゃね結構。でも種って取れないですよね、スイカ。いや、分解すれば、スイカ。あ、マジで分解、ね、クラフトのところにスイカ置いたら種増える。またスイカ乗ってる。これ俺ワンチャン、これ、そんな、スイカ農業で。ワンチャンかな。100円。100円か。おお、大きいな。結構でかいですよね。すごいな、スイカ錬金。じゃあ、スイカ錬金で俺いけるかもしれない。スイカ錬金すごいです。スイカの錬金術師でいけるかもしれない。なんだそれ。すごいな。スイカの錬金術師。農業始めよう。はい、皆さん、そうですね。はい、じゃあ、目的準備が終わったところで、いきましょうか。はいはい、では用意ドンの掛け声で皆さん1についてよーいドン。ほっ、いやみんなと逆の方向行こう。行くぜ。
あ、じゃあもう拠点のもうジムの裏からもう掘り始めちゃうかな。ああ、なるほどね。よし、ここから行こう。よし、俺もこっから行くぞ。みんな早いな。絶対カメラ映んねえけど。よし、じゃあ俺はここら辺から行きましょう。釣り堀のとこから掘っていきます。さあ、お、石だ。びっくりした。早いな。早いと思った。全然違かった。どうですか。びっくりした。なんだここ、暗い。何これ。うわ、え、あ、いやいやいや、びっくりした。実績も出たから。ビビった。牛転がし、牛転がしって転がしとるぜ。余裕だな。俺も追加上に戻るかな。みんな戻らせて掘ってるんでしょ、一人で。そうひどいひどい。あー、でもこれは洞窟にすら繋がんねえな。これブランチマイニングで見つければいいんじゃないですか。ブランチマイニングで、うん、それが理想なんですけどね。うわ、ゴミかこの洞窟。お、金嬉しいね。普通に嬉しいやつですね。そう、結構高く売れましたよさっき。だって金リンゴにしたら確か1万5000円で売れたんだっけ。え、高っ。え、金リンゴにすればよかった。あ、ダイヤ見つけました。ダイヤ見つけました。うわー、エメラルド見つけた。なんでだよ。待ってくれよ。そんな、すげえ。チャンスでもなんでもなかったっていう。何にもなかったな。格差が開いた。格差が。ああ。では、伊藤さんのところにありましたね。あ、これ伊藤さんと同じぐらいなんじゃねえじゃん。伊藤さんにはね、ああですね。後日やっとー渡します。マジかー。どこですかね。痛い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 。待って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 。ああ、あ、ありますね。待って待って待って、ワラさんワラさん、ちょっと追われてるって。え、あー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 、すごい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 。手に負えねえわ。ちょっと見てないで助けてって。億万長者クラフト。ちょっと皆さん、はい、あの、誰かは分からないんですけど、はい、あの、投票箱に、はい、ニキニューの本とペンがあったんですが。え、嘘。怖い。ミキ。怖い怖い。あの、これは、あの、嫌がらせ行為として、ちょっと。あ、すいません。ちょ、俺、間違えたかもしれない。あ、そうなんだ。俺、入れた。あ、間違えたのね。間違えたら大丈夫ですけど。はい、もし、悪質な場合は、ちょっとね。いや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 、ちゃんと書いた。あ、そうなんです。じゃあ、あの、今、ちょっと特別にそれは、今書いてもらって、はい、渡してもらえれば。すいません、すいません、あの、書いた内容が嫌がらせだったんで。あああー、死んだ、やべえ。罰がね、罰だったな。ちなみにこれ2個あったんですが、誰ですかね、もう一人は。ちんねこさんと。あれ、俺入れた気がする、伊藤さんに。あ、しました。お、しました。あー、怖い、怖い。怖い。あの、ちなみに、俺が入れたのは、もう勘弁してください、チリ猫って書いてみました。切ない。切ない。切実。切実な思い。そうですね。まだ、まあ、まだ、あの、6日目なんで、あと1日あるので、はい、まだ希望は。1日ですか ?1 日は。どう逆転する、これ。ちなみに高橋さんは誰に、あ、伊藤さん、伊藤さんに、こんな内容で。怖い。まだ入ってない決闘ですよね。入ってない決闘ですか、それともありの決闘になる。これはもう、あの、今、あの、さっき入れた場合であれば、もう一度書いてもらえれば適用します。お、今回に限り。どうしますか。どうしようかな。これはもうやってもらえないんで。戦おうかな。50万っすか。上高っ。高い。
危ない、後ろ後ろ後ろ、にゃーもう俺じゃなかった。骨骨骨骨骨欲しい、骨欲しい。あれこの骨骨って、あ、いいのか。その骨はあれだね、岩さん、岩さんが落とした。あ、マジで。じゃあ返すと遺骨だわ。ちなみに本いやいや持ってたくねえわこれ出るの、著名して閉じる。 OK です。 OK ですか。はい、いただきました。 ETTTTT という怖い怖い怖い。いつおさんに対して1、10、100、1000、万、30万ね。すごい戦ってもらいます。先にあれ、さっきの100万もらっといていいですか。あ、お金足りないですね。ではなるほどなるほど、100万渡しますので、ちょっとしばらくお時間を。ではもう準備できてますので、入場をお願いします。装備はどうなんですか今回。装備は、全くの公平です。なるほど。はい、では用意ドンと言ったら装備チェストを上げて装備してからのスタートで。はい、終わりました。では行きます。用意ドン。よし。え、ちょっと待って、嘘嘘。そんな、なるほど。こんな選手追い詰める。おっと、これは壁を作っていく。あっ、怖い。行った、あ、行った。場外、場外です。場外は、場外は負けです。うわぁ、マジか。すごいな、あんなすんのか。勝者はジャパマさんです。やだ、30万が。伊藤さん、30万取ってきます。お小遣いあげてください。下ろしてこい、下ろしてこい。お小遣いのレベルじゃないような気がする。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。億万長者クラフト、ついに最終日でございます。一人とかだったら頑張るけどね。来た来た来た、あ、痛い、すごい。こいきくらい、こいきくらい、全然ダメ。あー、うわ、なんで俺もなの。あ、オッケーオッケー、ありがとう。天才か、これは。天才だな、これは。天才だな、これは。この拠点内で皆さんには今から戦ってもらいます。で、賞金は、賞金です、はい。そこですね、やっぱ大事なのは。